こんにちは、スリーフランクスです。社会的擁護っていう枠組みと児童養護施設っていうその中にあるものがあるんですけど、その中でもかなり圧倒的多くの子どもたちが今児童養護施設というところに、います、まあ、僕らもいましたっていう感じですね。一般の人からするとかなり分かりづらいのと、そのね、虐待の子が 50% もいるんだっていうのは、すごい驚きですね、うん、でやっぱり18過ぎて施設出た後とかがすごくみんな大変で、中学校1年生ぐらいから、虐待暴力が始まって、その時の自分の子供の時の思ってた気持ちをやっと言葉に、大人になってやっとできた時に、それをちゃんと それはキャッチしたいなっていうのがある。YouTube っていう媒体でなら24時間どこでも誰でも見れるっていう点で、やっぱりより支援を必要としてる子たちが自分たちの力で情報をつかんで、そこからやっぱり自分たちで道を切り開いてほしいっていう思いから、当事者の声を届けて、それがみんなの未来が輝くようにっていうふうに思って、この YouTube 発信をやりたいと思いました。そもそも社会的擁護っていう言葉を知らない人に向けて、社会的擁護とは何かとか、児童養護施設とかこういった問題があるんだよっていう、まあ、学ぶ系の動画だったり、あとは当事者の子たち、または本当だったら社会的擁護に含まれたかもしれないけど、そこからこぼれ落ちてしまった、まあ、そういった方々に向けて、こんな支援がありますよとか、こんな大人たちがいますよっていうのを紹介するようなコンテンツがあったりします。まあ、自分のこの抱えてる問題っていうのは、自分だけの問題じゃなくて、いろんな人が持っている問題だと思っていて、でそれを発信する上でメディアに取り上げていただくことが多かったんですけど、ただやっぱり切り取られてしまうこともあったので、自分たちで切り取らずに発信していくことをやりたいなと思って、2019年の9月からスタートさせていただきました。僕たちはね、支援と思ってないですからね、応援と思ってますから、支援と思うとしんどいと思うんですよ。阪神タイガースなんかずっと勝てないのに応援してるわけですよ。おばちゃんと来るかいって僕に聞いたみたいなんですよ。そしたら僕が行くって言ったそうなんで、すごい感動的。でそこでその職員がその場を見てて、あ、こんなことあんまりないんで、ぜひそのままもう保護されたらおしまいじゃないっていうか、やっぱその世間的にはなんか保護されたらなんかもう安全って思われてるけど、そこからが戦いかなっていうか、なんか、もっともっといろんな人に活用してもらえたり、まずは本当に知ってもらうところからだと思うので、いろんな人がこの分野に関わることによって解決していくっていうことは僕はあると思うので、いろんな人に、興味のある人にいろんな課題を共有することっていうのを大切なこととしています。大きいチームで、その課題に向き合えば変えられると僕は思っているので、 YouTube を通して、僕たちができることを発信するし、それをキャッチした人がさらに広げてもらって活用してもらうことを、ができれば、めちゃくちゃ面白いことに起こるんじゃないかなと思っているので、ぜひこの僕らの動画を活用してほしいと思います。